広島サミットまで今日で38日。 JR 広島駅前など広島市中心部には警察官の姿が目立つようになりました。こちら県庁前なんですが、県外ナンバーの警察車両が止められています。そしてこちらの通りにも警戒に当たる県外の警察官の姿が見られます。空港とかにもいました。なんだろうとは思いましたけど、すごいありがたいと思います。安倍さんのことありましたし、いろんな人来るし、万全セットは日本で大事なことだと思ってるんで、無事には終わってほしいですけど、何事もなく。県内では先月からサミット本番に向け、全国の警察からの応援部隊、特別派遣部隊が犯罪を未然に防ごうと隙間のない警備を掲げて、不審者や不審物の警戒に当たっています。今一度さらに意識の統一を図り、隙間のない警備警護体制を構築していく必要があると。街中の警備はすでに24時間体制です。迅速かつ適切な対応により人命を救助されました。県警はサミットの警備のために派遣された警視庁の特別派遣部隊員4人に感謝状を送りました。先月24日の午前3時ごろ、警備活動をしていた隊員が川に何かが落ちたような音を聞きました。部隊で協力し捜索したところ、溺れそうになっていた女性を発見しました。サミットの警戒に当たっていた警察官はこちらの元安橋から約50メートル南のこの辺りで川に飛び込み女性を救助したということです。その後救助された女性が冷えないように制服を着せて保護しました。女性に怪我はありませんでした。 G7 広島サミットと県民市民の安全にかける広島県警察と全国警察の思いをまさに先駆けとなって体現してもらったものになります。今後特別派遣部隊の体制は段階的に強化され、警備の対象も首脳などが宿泊する施設などにも拡大する予定です。